続いては TOS と J:COM が共同で制作する防災企画をお伝えしていきます。南海トラフ巨大地震では津波の危険性が指摘されていますが、大分市や佐伯市などで最大震度6強など強い揺れも予想されています。その揺れとは一体どんなものなのか、また災害に対する自治体の備えを取材しました。まず訪れたのは大分大学。先月導入したというこちらの椅子はその名も地震座布団。土台から動くシミュレーターで観測データをもとにしたリアルな揺れを再現します。南海トラフ巨大地震で想定されている震度6強の揺れを実際に体験させてもらいました。まず小刻みな揺れが襲います。その後体が振り落とされそうになるほどの前後左右への激しい揺れに、突然震度6強の揺れに襲われたら動くことさえ難しいことが身をもって分かりました。震度6強の揺れはある程度想定はしていたんですけども、実際に起きるともう立っていられないです。何もできないっていうのが正直な感想です。この地震というものに関しては津波が一番影響すると思い考えがちですけども、この地震への対策、それができて初めてその津波への対策ということにつながっていきます。県の試算によりますと、南海トラフ巨大地震では地震の揺れそのものの影響で県内およそ1万棟の建物に被害が出るとされています。最大震度7を観測した2016年の熊本地震では熊本県の宇土市役所が被災しました。その後簡易的なテントを建てて業務を行いましたが、プレハブの仮庁舎が完成するまでは4ヶ月近くかかったといいます。こうした場合に対する備えとして由布市が先月導入したのがこちらの建物。木造2階建てで会議用の部屋やホールなどを備えています。一つの建物に見えますが、実はそれぞれ独立した部屋を連結しているんです。現地に運んでしまえば1日で組み立てられます。さらに分解も1日でできます。通常は職員の研修などで使いますが、災害時には被災地に運び、現地対策本部などが入る庁舎などとして活用することを想定しています。熊本地震の際の庁舎が壊れて非常に混乱したというふうに聞いております。で、この建物も庁舎の代わりにも使えることができますので、そういった時にも活用ができると思っております。ご紹介しました建物は移動できる建築物という意味でモバイル建築と呼ばれていまして、最大震度7クラスの地震にまで耐えることができます。今日はいつ起こるかわからない地震への備えについてお伝えしました。